はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はダークネビュラスと戦っていきます。戦う職業ですけども、これバトルマスターですね。とにかくバトルマスターで攻めに攻めてみようと思います。ちなみに今の俺の最高記録は28手ですね。これよりも早くいけるんでしょうか。行ってみます。ちなみにパラビンで行った時が50手ぐらいで倒せました。50手じゃ遅いんだよな、まあ、とにかく、フォースブレイクでダメージを与えやすくして、それで攻撃だね。うん、やっぱね、レボルスライサー、あれがね、とにかく強いんだよな。闘魂、いや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 、闘魂で貯めて、そうね、不死鳥天武連発するか。ちょっとその方法で一回行ってみましょうか。うん、3回打てば溜まるので、まあ、ちょうど倍機も入る頃だよね。オッケー、その作戦でちょっと行ってみます。不死鳥天武連発すればさすがにね、こいつでもダメージは相当入ると思うんだよな。フォースブレイク、うん、まあもちろんね、フォースブレイク当てなきゃいけないんだけど、あとアンルシアの、攻撃したらルカニが入るやつ、あれが入ってくれればいいんだけども、なかなか入んないんだよね、あれは。オッケー、次でテンションマックスなるね。で、聖女で耐えれるようにして、フーラのね、2回行動が来ればいいんだけど、あれはなかなか来ない。はい、まあまあ耐えれる。おお、素晴らしいね。メカバーンがね、地味に嫌なんだよね。HP がこっちピンチになった時に、最後になんかこう押し込んでくるんだよね。あれが嫌。まあ。そうね、雫使っとけ。オッケー。で。あー、まだ溜まってない。あ、よかった。いけ、溜まりました。おうおう、んーで、んー、聖女入れたいけども風切りで火力上げます。メカバーン鬱陶しいけど、まあいいや、こっちでいきます。いやー、やばい、あっぶれ、あー、もうもう、でもね、聖女は絶対しないとダメなんだよね。ちくしょー、どんぐらい入るだろうね。いきます。おおおおおお、9000。うん、これで2回行動とか出れば、あ、間違いなく強いじゃん。雫、うん、いやー、このね、ミサイルをどうするかなんだよな。おお、ナイスナイス、オッケー、立て直した。で、ここでチャージタックル、いや、チャージタックルだわ。で、属性ダメージは減ってないから、そんなにダメージないよね。さっきは9000だったけども、5000ぐらいか。いや、7000、十分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 。やっぱバイキ入ってるから全然ダメージ入るんだ。おお、これ2回行動が次出てくれればいけるぞ。これ倒せるよ。ナイス、大丈夫ね。うん、大丈夫ね。ああ、そうか、フーラ生き返ったばっかりだから攻撃力ねえんだ。オッケー。
大丈夫。で、フォースブレイクでいいよね。うん、じゃないとダメージ入んないからね。OK。で、不死鳥天武、2回行動来て、2回行動来れば多分倒せる。素晴らしい。うわ、もう2回行動じゃなかった。まあ仕方ないですね。あー、いや運が絡むな。まだ主人公が1回もさ2回行動になってないでしょ。いや絶対2回行動になれば倒せるはずなんだよ。やめろよ、押し込むなよ、押し込むなよ。押し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 、いけ、倒しきれん。あー、まだ。いやー、でもそうね、倒しきれろ。マジか、うっそ、倒しきれん。いけたと思ったんだけどな。これでもう倒すでしょ。うん、倒した。いやー、でもこれじゃ遅いんだ。不死鳥天武でよかった。うん、一旦遅くなったな。まあ、不死鳥天武で倒してたとしたら、なんてだ ?30 手か。はい、それでは戻ってきました。30手、だから29手で倒したってことでしょ?28手。これね、バトマスで2回行動の不死鳥天武が出れば、遊び人よりも、早く倒せる。うん。これ間違いないと思う。不死鳥天武で、バイキルトが入ってる状態だったらば、もうすげえ、もうほぼほぼカンストダメージ出すんで、間違いないんだよね。でも、運が絡みます。一応装備でね、アクセルギア2つ装備してんだけども、体にね、装備できないわけよ。踊り子が。だから2回行動が、踊り子装備できるやつに比べて若干悪いんだよな。これクリムゾンヘルムで一応回線で 10% 貯めるだね。これがあればさらに良かったか。うん、でも 10% でこれも運が絡むな。はい、まあ、とにかく運が良ければ全然25手ぐらいで倒せると思います。うん、やっぱさすがに強いね、バトルマスター。うん、もうちょっと挑戦してみたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。